JR タワーよりも高層となるビルを作りたい新幹線の札幌延伸に向けたビッグプロジェクトが動き出しました現在は駐車場になっている北五条西1丁目札幌エスタのある北五条西2丁目の再開発札幌駅の東側に建設される新幹線の駅にも直結します最も核となり 世界につながる札幌の顔となるべき場所がこの北後西1西2地区であります今日札幌市や JR 北海道などの再開発準備組合が発足しました計画ではまず1丁目に超高層ビルを含む建物を建設さらにその後2丁目にある札幌エスタを取り壊して 二つの区画で一体的なビルを建て2029年秋の開業を目指しますその一年半後には新幹線が札幌まで延伸する予定です目標としてはこれも渋谷にオープンいたしましたスクランブルスクエアビルが47階建てのビルですのでこの地上47階建てのビルを目指してまいりたいと 今月東京渋谷に開業した高さ230メートルの渋谷スクランブルスクエアこれと同じ規模のビルを建設する構想で実現すれば JR タワーをしのぎ道内一の高さです札幌駅すぐそばのこちらの道路をまたぐように建物は建てられますそしてこの道路の真上に交通待合交流空間なる広いスペースが設けられる予定になっています 再開発ビルには路線バスと都市間バスのターミナルが設けられる計画です。二つの外区をつなぐかなり象徴的なものになると思いますが、この交通待合空間に期待することはどのようなことでしょうか。待合という意味ではですね、非常にこう空間としてにぎわいを持たせつつ利便性の高い空間にしていければとこのように思っています。